史跡、名村ヶ崎、三日義貞、徒歩殿の、伝説の地。名村ヶ崎。ここを、渡って、新田義貞が源氏を攻めて源氏を滅ぼしたということですね。ここは神奈川慶尚50銭になります。名村ヶ崎、今日は気温が20度を突破してますんで、この江ノ島の右手にだいたい富士山が見えます。冬の間はだいたい富士山が晴れた日が見えるんですが、今日は残念ながら暖かすぎて見えませんね。関東富士見百選ですね。これが七里ヶ浜という七里の浜ですから、ね、だいたい28キロ七里ヶ浜、これが湘南、大磯の海岸と大磯ロングビーチと海岸とここからついてるんですね。普段はここはサッカーのサッカー場でサーフィンの名所があります。今日は全く風がないからね。